い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日も一日頑張っておりますが、今日は雪でね、寒い一日となっております。もう積雪も少しね、増えてきましたけれども、今日はこちらね、小森くん、ちょっと時間、ミットの方は先にやったんだけど、こちらちょっとね、時間がかかっちゃいましたけど、今日はあれだ、土手は入れたし、グリスももう終わってるので、全体のね、比較、川のメンテとリレーですね、やっていきたいと思います。あと、そうですね、土曜日に使われるっていうことで、ちょっと頑張ります。どうぞ。はい、それじゃスタートしていきますね。そんなに汚くないですけども、ちょっとうっすら汚れてるかな。今日は、はい、スーパーマルチクリーナーオイルね、こちら使っていきます。使うのはこちらスーパーマルチクリーナーオイルと、それから汚いタオルと歯ブラシといういつものパターンですよね。で、あとはブラシで、仕上げをしていきますが、順々にねやっていきます。どこまで綺麗になりますかね。こんな感じでございますね。トトコが一応ね、はい、じゃあスタートしますね。よいしょ。こんな感じでね、いつも通りですけど、汚れが取れてくるんで、これの繰り返しになりますね。あまりつけすぎないようにね、ちょっと伸ばしながら、で、ちょっとずつやっていくのがコツですよね。慌てて広範囲やろうとすると、ちょっとまずいかな。
はい、一通り、拭き取りも終わりましたので、ちょっと待って磨きなんですけど、リレースがありますから先にリレースをやっていきますね。スーパーマルチクリーナーはここまででございます。よいしょ。じゃあ戻そっかね。パームリスね。よいしょ。こっち抜けちゃダメだ。こっちだ。ね。よいしょ。こうだな。ちょっと。で、こっち。よいしょ。いつもいいですけどね。穴間違えてないよな。よし。しっかりすると間違えるかな。よいしょ。よいしょ。引きが甘いか？そうでもないよね。
そのモップのタイプか。はい、ガタ入りましたね。よいしょ。じゃあヒールいきますよ。よいしょ。よいしょ。どっかな。これは逆に入ってたか。うん、逆だな。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ん？なんでだ？こうでしょ、こうでしょ？いいよね。いった。よいしょ。よいしょ。うん、じゃないですか。よし。よいしょ。もう一つ行っとくか。天気だぞ。よいしょ。よいしょ。はい、ヒールも入りました。次は、はい、手口バンドですね。リストストラップ。
はい、手口ね、レギュラーじゃなくてかぶせでやってってことだ。かぶせで入れましょうか。よいしょ、紐これ足りるよな、入ってたんだから足りるでしょ、これでいいか。かぶせね、よいしょ。気に入ってるぞ、こうだな、こう切ってギュッと、でこっちにこうするのがいいのかな、よいしょ。はい、かぶせでございます。できました。なるほどな。はい、じゃあ磨いて仕上げですね。拭き取りまで終わってますので、じゃんじゃん磨いていきます。ストレージがあったかな、まあ持つと思うんだけど。はい、できました。どうでしょうか、綺麗になったかな。はい、まあ色は良くなったよね。どう小森君、でしたか。ちょっとねストレージがなくなってきたので全部取れるかなと思って心配だったんですけど、なんとか取れましたよね。お待たせしました、週末にご使用可能でございます。グリス入れ、土手紐入れて、比較のお手入れということで、コンディションはいいんではないかなと。お天気だけが心配でございますね。小森君、それではまたお待ちしておりますね。あと言い忘れたことないかな、そんだけだろう。土手磨きグリスだもんな。はい、それでは皆さん、さようなら。